今日はキャプテン翼において、その後の人生について紹介していきたいと思う。今はオリンピックで戦っている最中だけど、その後ってどういうこと？実はオリンピック後に、主要キャラが海外に移籍している話が、作者の高橋先生の原案で、書かれているんだぜ。それは知らなかったわ。作者原案ってことは、公式のストーリーってことなのかしらね。ぜひ皆さんのキャプテン翼に関する、コメントをいただけたら嬉しい。それじゃあ早速紹介していくぜ。まずは原作でも多少話されている、若林について。シュナイダーがお見舞いに来た時に、移籍するって言ってたわよね。若林は正式にバイエルンの一員となり、シュナイダーと再びチームメイトとなっているぜ。それよりも若林は、怪我が多すぎて選手生命が心配よ。あとはカルツが一人ぼっちになって、かわいそうすぎるわ。カルツに関しては、生涯ハンブルグ宣言をしているという描写があり、バイエルンに移籍する可能性が、ほぼなくなってしまっている。カルツも若林みたいにチームで干されて、自由契約になるしか方法はなさそうね。今後のカルツの活躍を願いつつ、次に行くぜ。続いては主人公の翼だ。翼もなんか変わったの？翼自体はバルセロナに所属したままで、特に変化はないのだが、バルセロナに変化があったので、それについて話していくぜ。まずキャプテンだった、グランディオスが移籍してしまい、リバウールがキャプテンとなっている。翼とリバウールが揃ったら、もう敵なしって感じよね。他にも翼の元同僚のペペや、ウルグアイ代表のビクトリーノが、バルセロナに移籍してきて、翼と共にプレイしているぜ。ビクトリーノと翼って、かなり意外な組み合わせね。そして若手中心の編成となったバルセロナは、ナプレイザのいるレアルマドリッドと、スペインダービーを戦うことになるのだが、レアルマドリッドにも新戦力が加入しているので、そっちについても軽く紹介させてもらうぜ。まあレアルも戦力補強しているわよね。まず攻撃面では、イングランド代表のビーカムや、フランス代表のセダン、他にもクロアチア代表のマドリッチなんかが、新戦力として加入している。ベッカムとジダンとモドリッチって、時空が歪んでいるわね。他にも守備面では、マルセイロとエスラムズが加入。かなり盤石な状態になっているんだぜ。マルセロとセルヒオラモスね。レアルにはロベカルやカシージャスもいるし、実在選手モデルのキャラばっかりになったわね。ロベカルじゃなくてロベカロで、カシージャスじゃなくてカリューサスだな。逆にややこしいわ。とりあえずバルセロナ関係はこれくらいで、次に行くぜ。続いてレッジアーナにレンタル移籍していた、ヒューガはユベントスに戻ってきている。そういえば作中でも、ヒューガを戻すとか言及されてたわね。ユベントスに戻されたヒューガは、ジェンティーレと再会し、ユベントスには新戦力として、ローマン・バッカスというキーパーが加入している。ローマン・バッカスはオリジナルキャラっぽいわね。ビーカムやセダンもオリジナルキャラだぞ。まあそうだったわね。バッカスは元アメフトの選手で、初対面でヒューガのシュートを防いでいるぜ。キーパーの新キャラって最近出てなかったし、どんな活躍をするか楽しみね。そして開幕戦ではアルゼンチンのディアスや、ウルグアイのヒノが移籍している。ナポリとの対戦となっている。ディアスとヒノの絡みとか、クラブ編はいろんな国の選手の絡みが見られるから、代表戦とは、また違った楽しみがあるわね。ナポリとの試合では、バッカスが先発せずに、ヒノとディアスによって、得点を奪われてしまっているぜ。ジェンティーレが全然機能してないわね。2得点を奪われた後にバッカスが登場し、ヒノとディアスを抑えて、ヒューガが2得点を決め、他の選手が1得点を決めて、見事逆転勝利を飾っているぜ。バッカスが強すぎて、今後どうなっていくのかしらね。ジェンティーレの活躍にも期待しつつ、次に行こうと思うぜ。続いてはイタリアで、ヒューガとも対戦経験のある葵についてだ。海外歴だけで言うと、ヒューガより葵の方が長いのよね。葵もヒューガと同じように、アルベイゼにレンタルされていたが、元のチームのインテルに呼び戻されているぜ。ヒューガが戻されたのに、葵がそのままだったらかわいそうすぎるしね。ちなみにアルベイゼで同じチームだった、ボバングはプレミアリーグの、リバプールに移籍を果たしているぜ。オリンピックのナイジェリア戦が、ダイジェストで流されちゃったから、また活躍が見たいわね。とりあえず葵に関してはこれくらいで、これからインテルに所属している、ジノ・ヘルナンデスとの絡みも、見られることだろう。それもまた楽しみね。もともと海外で活躍していた選手の今後は、こんな感じで、次からはオリンピック後に、日本から海外に渡ったキャラを紹介していくぜ。あれ、赤井は？赤井は特に描写はないが、所属チームがセリエ A に昇格しており、ヒューガや葵とも対戦することもあると思うぜ。続いては翼の盟友でもあるミサキについてだ。ミサキくんはもともとフランスリーグの話が出てたし、海外移籍も割と自然な流れよね。ミサキは第二のふるさととも呼べる、フランスリーグに移籍し、パリサンジェルマンの一員となっているぜ。一度移籍が白紙になったけど、結局パリサンジェルマンに移籍できたのね。パリサンジェルマンでは、ナイジェリアの JJ オチャドだけではなく、ミサキのライバル的な存在となっている、ピエールも在籍しているんだぜ。さすがにそれは強すぎない？他にはレイマールやエムンバッパという、一流選手も在籍しており、チャンピオンズリーグでは、翼や若林の前に立ちはだかることだろう。
ネイマールとエムバペまでいるのね。それだったら現実のパリに所属している、メッシもいそうなんだけど、メッシはいないの？メッシっぽい選手は、今のところ出てきてないな。メッシはバルセロナに移籍した時に、翼と同じチームでプレイできて嬉しいと、語っていたという話があるくらいだから、キャプテン翼の世界にもそのうち出てきそうだな。翼と同じチームになった後は、美咲と同じチームになっているのね。他にも美咲はプライベートでも、ちょっとした進展があって、フランスに留学していた頃に、日本人学校でクラスメイトだった。早川あずみちゃんとは、二人で食事をしている描写があり、美咲が飼っている猫の面倒を、あずみちゃんに見てもらうという描写があるぜ。そこで恋愛に発展しないのが、美咲って感じね。さらには一緒に草サッカーをしていた、フィッシャーに自分が描いた絵をプレゼントし、フィッシャーの結婚式の、ウェルカムボードの絵も描くことになっている。美咲も父親の影響で、絵とか描いたりするのね。この結婚式のウェルカムボードから、あずみちゃんとの仲も急接近しそうね。そしてフランスリーグが開幕し、ナポレオンのいるマルセイユと戦うことになり、マルセイユにも日本から移籍してきた選手が二人いるのだが、その選手に関しては、そのキャラの説明の時に紹介しようと思う。もったいぶるわね。美咲に関してはこれくらいにして、次のキャラの紹介に行くぜ。続いては東証松山についてだ。松山はコンサドーレが、松山光プロジェクトをやっているけど、海外チームに移籍させちゃって大丈夫なの？まあその辺の大人の事情はわからないが、とにかく松山はプレミアリーグの、アーセナルに移籍しているぜ。松山もかなりの名門クラブね。他にもプレミアリーグには、アルゼンチンのパスカルやガルパンが、マンチェスターシティに移籍してきており、この二人とも戦うことになるだろう。ディアスがいない時のパスカルが、どんなプレイするのが楽しみね。他にも葵の親友のボバングが、リバプールで、エバートンにはエスパダスがいるため、この辺のライバルとの激突もあると思うぜ。松山とどんな絡みをするのか楽しみね。他にも松山といえば、欠かせないのはヨシコちゃんとの関係だろう。ヨシコちゃんが大学卒業した後に、婚約することになってたんじゃなかったっけ？ただ正式なプロポーズはまだだったようで、松山がイングランドまでついてきてほしいと、ヨシコちゃんにプロポーズしたところ、一緒に行けないと断られているぜ。いや、なんでよ。この二人は絶対くっつきそうな感じだったのに、ヨシコちゃん自身は松山のことが好きだと、はっきり口にしているのだが、ヨシコちゃんの夢は CA さんになることで、国際線の CA になることが決まったことで、自分の夢を大事にしたいということだぜ。確かにせっかく夢が叶いそうなのに、その場を離れて好きな人についていくってのは、ちょっと難しいかもしれないわよね。ただ松山はいつまでも待つと言っており、粘り強い男の松山なら、我慢強くヨシコちゃんが来るまで、待ってくれることだろう。松山の粘り強さはサッカーの時だけじゃなくて、普段から発揮されるものなのね。そしてお互いの夢を応援し合って終わるという、これまでとは違った展開になっているぜ。甘酸っぱい青春している感じでいいわね。この二人の幸せを願いつつ、次のキャラの紹介に行くぜ。続いて紹介するのはミスギだ。ミスギって偉大生じゃなかったっけ？その辺は大丈夫なの？ミスギはオランダのアヤックスに移籍し、サッカーだけではなく、オランダの高度な医療技術を学ぶため、婚約者の弥生ちゃんと共に、新しい生活をスタートさせているんだぜ。結局オリンピックが無事に終わって、二人が一緒になれてよかったわ。ミスギはクライフに憧れており、クライフのつけていた14番を、ミスギも身につけることが多かった。ワールドユース編は6番だったりしてたけどね。ちなみにユース編の14番は、高杉がつけていたぜ。それだったらミスギに、譲ってあげて欲しかったわね。とにかく移籍先のアヤックスでは、オランダの主力選手だった。クライフォートが所属しており、他の有力選手もアヤックスに集結している。もはやオランダ代表に、ミスギが加わったみたいな感じね。ミスギが憧れていた14番だが、アヤックスではクライフォートが身につけている。そんなわけで今季活躍した方が、14番をつけようという勝負になるんだぜ。ミスギがオランダ戦で先制点を取った時も、クライフォートがミスギの14番に反応してたし、この因縁はなかなか面白そうな感じね。オリンピックでは本当の意味で、死にかけていたミスギだが、弥生ちゃんと一緒に、充実した生活を送っているようだぜ。ここもどうなるのか、かなり気になるところね。個人的にはミスギは若林との対戦経験がないし、若林と戦ってほしい気もするな。日本人キャラ同士で、チャンピオンズリーグが盛り上がりそうで、めちゃくちゃ楽しみね。続いては石崎だ。石崎も海外に行ったの？そのまさかで石崎は、葵と同じインテルの一員になっているぜ。まあでもオリンピックで活躍してたし、オファーがあってもおかしくないわよね。インテルでの練習はレベルが高くて、ついていけないという描写もあるが、石崎が全国のサッカー少年からの、憧れと聞いて発奮したりもしている。小学生時代は終結症に30対0で負けてから、日本代表常連まで上り詰めるんだから。どんなに小学生の時に落ちこぼれでも、石崎という存在のおかげで頑張れるわよね。そしてサッカー以外の面でも、石崎は恋人のゆかりちゃんにプロポーズし、二人でイタリアに渡っているんだぜ。全然関係ない話だけど、石崎が結婚するときは、
ちゃんと森崎を呼んでほしいわね。まあそれは間違いないな。セリエ A に所属ということで、今後ヒューガと戦うこともあると思うが、ヒューガのシュートを顔面ブロックする日が楽しみだな。それじゃあ次に行くぜ。続いては新田。新田もオリンピックで大活躍していたし、海外クラブからもオファー来るわよね。新田はブンデスリーガのドルトムントに移籍することになり、もともとドルトムントに所属していたタイガーボランやシュミット兄弟、そして新加入のハートランドと共にリーグ制覇を目指しているぜ。ノルウェーのハーランドね。開幕戦はブレイメンとの試合になったのだが、新田は先発出場することなく、ベンチスタートとなって落ち込んではいたが、オリンピックのドイツ戦で石崎に言われた通り、ピッチを見渡して途中出場に備えていた。しっかりと成長が見られるのが、なんかいいわよね。そして新田は後半から登場して、前線から相手にプレッシャーをかけ続けて、ボール奪取に成功している。俊敏な動きの新田は、こういう時に役立ってくれるのよね。ただ中盤からのパスは、すべてハートランドの元に行ってしまい、新田の得点チャンスはなかった。新田よりハートランドに渡した方が、得点になる確率が高いって考えられてたのね。しびれを切らした新田は、マーガスからボールを奪い、そのまま攻め上がろうとするも、シェスターが回り込んできて新田の行く手を阻む。戸惑っているうちに、マーガスが来て絶体絶命のピンチになるのだが、そこでハートランドがフォローにやってきて、シェスターとマーガスをぶち抜いて、ゴールを決めているんだぜ。ハートランドが凄すぎるわ。新田の所属するドルトムントは勝利したものの、新田は心から喜ぶことができず、険しい顔を浮かべていた。まだまだこれからでしょうし、新田が成長していく姿が楽しみね。ちなみにこのドルトムントと、ブレイメンの対決では、もう一人日本人選手がいたので、その選手についても紹介していくぜ。もう一人の選手とはソーダだ。ソーダも海外に行っちゃうのね。ソーダはブレイメンということで、シェスターやマーガス、そして新加入のマリオゲーテと共に、ドルトムントと戦っていたんだぜ。ビクトリーノはバルセロナに移籍しちゃったから、もういないのよね。空港で新田と共に、ブンデスリーガでの活躍を誓い、いきなり新田のいるドルトムントと激突した。ソーダはスタメンで出場し、相手のパスをカットしてみせたり、ハートランドのドリブルを止めてみせたりと、序盤からかなり活躍していたぜ。ソーダはディフェンダーなのに、攻撃メインのイメージだったから、守備もちゃんとこなしているのを見ると、なんか変な感じになるのよね。そこから駆け上がり、マーガスにクロスを合わせて、マーガスが先制点を挙げている。地味にマーガスが点を挙げるのって、あんまり見たことなかったわよね。その後にハートランドが突っ込んできた時には、縦の動きに弱いことがバレてしまい、あっさりと抜かれて同点に追いつかれている。ソーダもまだまだこれからって感じね。そしてソーダの心が折れてしまったことで、後半からは退いてしまい、後半から出場した新田と、同じピッチに立つことはなかったんだぜ。これからこの二人が、チームの中心になっていく様子が楽しみね。悔しい思いをした新田とソーダは、単語コンビを自称して、ヨーロッパでの田植えは始まったばかりだと、高らかに宣言しているんだぜ。ヨーロッパの田植えっていう表現は気になるけど、新田とソーダの絡みってなんか新鮮ね。新田って若島津とも仲良くなってるし、南葛高校の先輩たちも可愛がっているし、何気に先輩キラーよね。新田は生意気なところもあるけど、誰よりも努力をしていることを、先輩たちは知っているから、ついてを差し伸べたくなる感じなんだろうな。まあ私も新田みたいな後輩がいたら、絶対可愛がっちゃう自信があるわ。この二人は今後も活躍して、若林やシュナイダーのいる、バイエルンと対抗できるくらいの、力を身につけてほしいと個人的に思うぜ。続いては自投と佐野だ。二人一遍に紹介するのね。まあ同じタイミングで、同じチームに移籍しているので、わざわざ分ける必要もないからな。それだったら別々で紹介するのは手間ね。そんな二人の移籍先は、フランスのマルセイユであり、ナポレオンと同じチームになっているぜ。美咲の話をしていた時に出てきた、ナポレオンのチームメイトの日本選手って、ジトーと佐野のことだったのね。そしてスター軍団のパリサンジェルマンと、ナポレオンとジトーと佐野のいるマルセイユが、戦うことになっている。ジトーと佐野が初めて南葛中と戦った時くらいの、不気味さがあればいい勝負できるかもしれないけど、どう考えても厳しいわよね。一応ピエールは、オリンピックでの怪我でベンチスタートらしいが、それでも戦力方は否めないな。フランスはオリンピックの準決勝で、ブラジルにボコボコにされていたけど、どこで怪我をしたのかしらね。とにかく岬を中心としたパス回しで、あっという間に1点取られてしまう。ピエールがいたら、とんでもないことになってるわね。ただそこからジトーと佐野が、絶妙なコンビネーションを見せながら、パリサンジェルマンの猛攻をしのぎ、成長する姿を見せているんだぜ。ジトーだけじゃなくて、佐野も成長している感じなのがいいわね。代表ではベンチを温めていることが多い佐野だが、海外で成長して帰ってきたら、スタメンに定着することもあるのだろうかと思うと、そこもまた楽しみなところだな。続いては若島津と浦部。いやいや、どういう組み合わせよ。この二人って、そもそも話をしたことあるかすら怪しいわよ。この二人はポルトガルの、ポルトというチームに加入しているぜ。
本来は若島津の能力を評価して、若島津をスカウトしたのだが、その場に浦部がついてきてしまった。まあ石崎がインテルに行っちゃったし、浦部もなんとかしようって感じだったのかしら。それにしても若島津と浦部の組み合わせって、違和感しかないのよね。ボルトの監督はディフェンスの最終ラインから、後ろを広範囲にカバーできるような、足の速いキーパーが欲しく、その条件に当てはまったのが若島津だった。若島津はきちんとキーパーとしての、役割を求められている感じでよかったわ。そして若島津についてきた浦部は、ボルトの練習の見学を許可されたんだぜ。まあ日本からはるばるやってきた男を、ここで断ったら何しでかすかわかんないし、見学だけだったらいいかって感じよね。ただ練習中にボルトの選手が怪我をしたことで、ボール拾いをしていた浦部に声がかかり、練習に参加したところ、監督の目に留まり、ボルトに入団することになったんだぜ。なんかこういう泥臭いストーリーっていいわよね。それにしても若島津と浦部という、二人のコンビがどんな風になるのか、かなり楽しみだわ。ナレーション的な感じで、チャンピオンズリーグにて世界中のファンから、一気に注目を集めることになると、言われているシーンがあり、この二人にどんな展開が訪れるのか、目が離せない感じだぜ。それじゃあ次は最後に、選手ではないがキャプテン翼において、最も重要なキャラについて紹介するぜ。キャプテン翼になくてはならない存在、それはロベルト本郷だろう。無印ではロベルトと翼の出会いに始まり、そしてロベルトとの再会に終わる。まさにロベルトと翼の物語だったわね。その後ワールドユース編では、ブラジルユースの監督として翼の前に立ちはだかり、翼をボロボロにしてみせたり、オリンピックでもブラジルのコーチとして、決勝では翼の前に立ちはだかることになると思うぜ。まだ準決勝だからどうなるかわからないけど、準決勝で勝ったらまた戦うことになるわね。まあ前置きはこれくらいにして、ロベルト本郷にも今後の話があって、オリンピック代表後の日本代表の監督が、ロベルト本郷になっているんだぜ。ようやくロベルトが味方になってくれるのね。ロベルトが翼側の監督をやってるのは、終結ショートの対抗戦の時だけで、南葛 SC 時代は観客席で見ていただけだし、それ以降は敵として立ちはだかっていることが多い。ロベルトが観客席にいながら、采配を振るう南葛 SC の城山監督って、いろいろプレッシャーで、大変だったでしょうね。ロベルト以外にも、三上さんとかも見ていたからな。でも最強のブラジルは、オリンピックで出てきちゃってるし、ワールドカップでは、どんな敵と戦うことになるのかしらね。どんな敵が現れるのかはわからないが、とにかくロベルトは、翼を新チームのキャプテンに任命しているぜ。海外で力をつけた仲間たちが、どんな風になるか楽しみね。超えるべき敵として、ロベルトが立ちはだかるのもいいのだが、やはり二人合わせて、最後は大きな夢を叶えてほしいところだな。というわけで、今回の動画は以上だ。このチャンネルでは、レトロな漫画やアニメに関する、様々な動画を今後も投稿していくぜ。他にもいろんな動画もあるから、別の動画も見ていただけると嬉しい。それでは、ご視聴ありがとうございました。